ゃこんにちは。ちょっと待って、こうグリーンバックでさ、グリーンが入ってるとこれね、あれ透けるんだよ。あの後ろの、そうなんだよ、グリーンバックってこう、はい、なんて色が入るんだよね。そうなんです、だからグリーンバックので、あの動画を撮ってるんだけど、はい、服にグリーンが入ってると、はい、そこに透けちゃうんだよね、これ。そうなんですよ、多分ね。だからまあちょっとこうやって隠しながらでもちょっとね、もしくはあの大丈夫ですよ、もうあの 透けて透明人間ってことでも。あ、まあまあそうだね、はい、はい。だから豊さん、はい、ちょっとプロ野球に物申すではないですけど、はい、なんか疑問感じてる。疑問っていうかさ、はい、まあこれは歴史がそうさせてきたというか、はい、まあそういうふうな考え方もあるよなっていうようなことで、うん、まあ例えば3球勝負はダメだとか、はい、1球ボール球を見せてその後の組み立て、うん、そのために組み立てがあるとかさ、配球の、はい、まあ、いろんなことを言われてきたんだけどもさ、まあ、例えば日本シリーズを見ていて、まあ、奥川だとか山本だとかどんどん向かっていく、もう無駄球投げない、はい、もう追い込んだら即勝負みたいな、うん、そういうピッチャーが勝て出してきてるんだよ、はい、俺なんか打席に立ってると三球勝負ってすごく嫌だったの。あ、そうなんですか。それ なんか恥ずかしいみたいな、かっこつかないじゃん、三球三振みたいな。あ、だから一球遊んでくれるとすごく楽になったりとかさ。あ、そうなんですね。うん、ツエンドツ、ああ形ついたよみたいな、カッコついたよみたいな、うん、まあそんな感じなんだよね、はい、だから配球っていうのは確かにあるよ、うん、これはないとは言わない、はい、でもその配球をするんだったら、うん、3球勝負でいけるぐらいの配球をした方がいいんじゃないかって思うわけ。おお、つまりだから球数だって省エネで減らしていけますし。そう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 、だから100球しか投げない、うん、でアナウンサーも100球が来たら、あ、もうそろそろ交代ですかねって、はい、なんで誰が基準をそうやって決めたんだって思うし、はい、じゃあ100球しか投げられないって言うんだったら、はい、100球で完投できるぐらいのことを考えればいいし。そうですよね。だから配球配球っていうのは、うん、要するにボール球をいかに使うか、うん、見せるか、その組み立てによって配球が成り立つっていう考え方が多分あると思うんだよね、はい、それだったらストライクの中で3球の中で3球勝負いけるぐらいの配球を考えてもいいんじゃないかって俺は思うわけ、はい、だってそんなに100球100球って言うんだったらさ、そんな球数投げれないんだったら、いいピッチャーだったらボール球投げるのが損じゃない。そうですよね、うんうんうん、だから、まあ、森口にちょっと問題を出したいんだけどさ。わかりました。まあ、例えばね、こうやって、はい、うん、まあ、ストライクゾーンっていうのはだいたい9分割するんだよね、はい、でまあ、バッターがこうやって立ってると、はい、ここが3割、うん、ここ4割、うん、ここが2割5分、うん、これが000、はい、これが5割、お、ここが7割、うん、ここが1割、うん、ここが1割5分、うん、ここが1割、うん、これで組み立てをしてくださいって言ったらどこ投げる？こういう風になってて、ここ0ってここ1なんですね、ここの辺は。そうそうそう、ここはもう危ないゾーンなので、うんうん、絶対にここには投げたくない、うんうん、ってなるとやっぱりこの低めでストライク取れないかなって考えて、このなんかこの組み立てして1球目ここ行きます、はい、1球目ここ行く、はい、で、あ、でちょっと外、あ、また外目か行ったので、なんか外行ったら次内を見せとけみたいな、うんうん、よくあるので、ここ、うん、ここの行きます、はいはいはい、で最後は、最後はいや、ここは怖いので絶対このゾーンは投げたくないので、うん、外のこの、はい、負けこれさ、これさ、いや普通そう考えるんだよ、はい、ね、うん、考えるけど、はい、俺が考えるのは、はい、ここ3つ行きゃいいじゃないかって。だってここ000でしょ。確かにそうだ。だから組み立てをしようとするとそうだけど、はい、森内みたいに外行っとけば今度打ち見せとかなきゃ。でもさ、数字的に000ってここ一本も打たれてないわけだよ。あ、じゃあここ投げときゃいいですか。ここ3球行きゃいいじゃないかって。そしたら3球で終わるだろっていう。あ、なるほど、まあ、これは理屈だけどさ、はい、でも数字が表すように、はい、やっぱりね、人間の心理って、うん、少しでも野球を見たりとかかじってる人、はい、でこう耳どしまになってる人たちって、うんうん、やっぱり内を見せたから内を意識させて、うん、ね、外とか、はい、ね、そういうことを言うけど、
こうやって数字が出てるで出てるんであれば、はい、ゼロに3ついきゃいいじゃないかって俺なんか思っちゃうわけ。確かに、なんで私そう思って、何の刷り込みなんでしょうこれ。いやだからそういうこう固定観念というかさ、はい、先入観というか、はい、そういうものがそうこういうふうなことをさせてるというふうに俺は思うんだよね。あとよくその例えば OB の方の解説とかでも、うん、じゃあ1球釣り玉とか1球外見せてで内をこうしてとかもあるじゃないですか。あれはじゃあそれはねそういうふうなことも考えてもいいと思うんだよ、はい、だけど、うん、基本100球しか投げれないっていうふうに考えたら、うん、3球で勝負いく、うん、ボールは投げない、はい、そしたら3人のバッターに対峙した時に9球で終わるんだよ、うん、そうですね。でも1球増えることによって12球いるようになる、はい、そういうふうに球数がどんどん増えていくでしょ、うん、そうしたら投げる回数も1イニング減り2イニング減りになってくるじゃない、はい、そしたらもう3ついきゃいいじゃないかっていうのが、うん、まあ一つの発想なわけね、はい、でもそういうことにはならない、うん、まあ例えばこの5試合5割打ってる、うん、そういうバッターっていうのは3球の前にその前に打たれちゃうよ、はい、うん、ね、調子がいいと。そしたらやっぱある程度はボール球を使わなきゃいけない、うん、でボール球を見せといて対角線に、この対角線に投げるとかさ、はい、こっちの対角線もうん、ね、とかもう低めにボールを集めるとか、はい、そういうことはあるにしても、うん、俺は基本ボールは投げなくてもいいような配球をやればいいんじゃないかと思うよね。その意識っていうのはキャッチャーの方に意識改革をさせなきゃダメなんですか、それともやっぱりピッチャーにもこうだよっていうふうに。いやもうね、あのフライボール革命とか、はい、まあ、例えばボールが150キロ以上ね、うん、みんなが投げてくるようになって、はい、やっぱ打者が対応できなくなってくるよこれから、うんうん、どんどん、はい、どんどんピッチャーの力が増して、ね、うん、増してきてね、うん、最近思うのはさ、はい、組み立ての中で高めをね、うん、使うキャッチャーが増えてる、はい、増えてますよね。これは何でかというと、はい、やっぱ煽るバッティングをするから、はい、高めを投げさす。あそしたら接点がなくなるというかボールに打てないというか、まあ、うん、大きめの長打にならないですよね。そうそう、だから空振り率が一番高いんだよ、はい、勝てるピッチャーっていうのはこういう、まあこれ変化球カーブな、四角はカーブなんだけど、はい、こういう縦割れのカーブを持ってるピッチャーがこれから活躍する。おだからこの2種類がコントロールよく投げれるようになれば、はい、俺は3球でも いっていいと思う。その3球でよく思うのが、例えば2ストライク、ノーボールになった時に、うん、次結構際どいところに行っても審判ってなかなか手を挙げてくれないっていうイメージ。まあ審判も先入観あるよね、はい、3球では来ないというね、はい、あるんです。そういうのはあるよ。ただやっぱりね、固定観念の中で、はい、まあ、先入観も含めてだけども、大体落ちるボールで来るよね、うん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 、ツーナシムから、はい、3球勝負で来ようとしたら、うん、やっぱねインサイドまっすぐ、こ今の時代、はい、こう1年間とか統計とかも取ってみたら、うん、おそらく、うん、落ちるボールよりも、はい、インサイドまっすぐズバッと決まった方が、うん、打たれる確率は低いね。今のピッチャーは7割5分から8割が外だよね、うんうん、外の配球が多い、はい、ということはインサイドがおろそかになってるバッターたちが、うん、そこでインサイドをまっすぐズバッといけば三振取る、はい、見逃しの。ということは豊さん的にはこのすごい高めのこのボールを投げられる、この低めのこの縦割れのボール投げられる、であとはインサイドズバッとつけるピッチャーだったら勝てる。おそういう教え方をするね。ただ130キロぐらいでここの、ま、ここ行ったらもうバカーン行かれるよ。確かにそれはやっぱり150キロとか出せるピッチャーだったらってことですよね。そうここにコントロールを持ってる人っていうのは少ないんだよ、うん、やっぱ間違えるんだよ高めって、はい、完全にボールに行ったりだとかさ、うん、これ何の意味もないから、はい、でもストライクかボールかわからないようなところで150キロで持っていったら空振りするよ、はい、で縦割れのカーブ、うん、これも手が緩んだらダメだけど、うん、こういうカーブを持つ、はい、でインサイドにズワッとあの行けるだけのコントロールがある、うん、このピッチャーがいたら絶対勝てる。そうですよね。今のところこういうピッチャーって豊さん挙げると何人ぐらい？柳が、ねはい今年奪三振を取ったけども、
やっぱこういう配球だもんね。あ、やっぱそういうピッチャーっていうのは安定して勝つよ。これから勝つ、うんうん、あとはあのより少ない球で、もちろんもうボールなんかね、投げるのは多分ナンセンスになってくるよ。あ、これからはボール投げちゃってるよみたいな逆にもう、あ、だからボールを振らせるようなテクニックを身につけるのは別だよ、はい、だけど完全にボールにするっていうさ、うん、完全に意味のないような外のボールとか、はい、あ、投げさせた、うん、ボール投げちゃってるよまたブーって笑われちゃう。これからそういう風になってくるってことですね。じゃあ俺はもう笑ってるから、何の意味もないじゃんって、なんでみたいな、うんうん、もうそれだったら勝負行った方がいいじゃんみたいな、うん、俺は笑ってる、うん、もう常に時代の最先端を言ってるってことですよ。いやいや、まあ時代の最先端というか、まあ絶対そうなってくるから、そういう風になる、変わってくるってことですね。絶対変わってくるから、うんうん、だからもうちょっとこれあの予言しとく、絶対そうなってくる、もう未来予想図ですね、これは未来予言、うん、ね、笑われてたりしてな、いやもう遅えよみたいな、あ、もう実はそうなってるのにっていう、うん、まあでもこういう配球を見てると、はい、あのまあ、日本シリーズでもね、高めを要求するとか、うん、まあ、いろいろもう出てきてるよね、はい、うん、だからそれはバットの軌道が変わってきてるから、そういうような配球と球種がいるようになってきてるということ、うんうん、ね、だからそういうふうな見方をすると面白いよって。そうですね、はい、プラスこういうふうに投げるピッチャー、キャッチャーじゃないと今後は厳しくなってくるよっていうことですもんね。